フォークランドグループプレゼンツ、それいけももちゃん部長。桃ぼた直売所、作り手の見える農業、桃ぶたしおりちゃん。フォークランドグループは6次産業化に取り組んでいるんだよ。6次産業化？そう、生産者が加工して直接販売することさ。でもどうしてそこまでするの？ムフフ、それいけー。どうして？ここが直売所？そう、桃豚直売所こももさ。ねえ、それよりさっきの質問に答えてよ。それは答えは店の中にありますよ。こんにちは。どうぞ。わー、たくさんある。私たち生産者の思いをお客様に直接届けることで、安心して桃豚を食べていただきたいから6次産業化に取り組んでいるんです。地元に根ざした町のお肉屋さんとして頑張っています。全国への流通だけではなくて、地元の人にも桃豚の美味しさを知ってほしくて、この直売所を作ったんだ。この桃豚コロッケ食べてみてください。コロッケグランプリで金賞いただいたんです。ありがとうございます。いただきます。お肉が大きい。さらに各地のイベントではキッチンカーで桃豚オリジナルのファストフードを提供して交流を深めているんだ。私たちとお客様がつながるのが桃豚の6次産業化です。だから美味しいんだ。そういうこと。2月3日4日に CNA アリーナで行われる秋田ノーザンハピネッツのホームゲームに飲食ブースを出展。桃豚食べて真冬のホームゲームを熱く盛り上げよう。この番組は十和田湖高原ポーク SPF ももぶたのポークランドグループの提供でお送りしました。